おはようございます、星野瑠璃です。2022年菊花賞のデータ分析予想ということで、今年の菊花賞は皐月賞馬も日本ダービー馬もいないレースとなってしまいました。それぞれ2着だったイクイノックスも出走しませんし、ホープフルステークスの勝ち馬も出走しないということで、かなり混戦模様となりました。ただ重賞勝ち馬が7頭出走してきましたので、ものすごくレベルが低いというわけではありません。人気はかなり割れそうなメンバーになりましたので、まあ、すごく楽しみです。ということで、この動画ではデータを中心に紹介していきたいと思います。まずデータその1、前走1着馬、前走で勝った馬が馬券に絡むケースが多いです。過去10年で馬券に絡まなかったのは2019年のみとなっています。重賞勝ち馬はもちろん注目なんですが、過去10年で馬券に絡んだ12頭中半分の6頭は条件戦を勝った馬だったので、条件戦を勝って参戦してきた人気薄の馬に注意が必要です。今年前走1着馬は8頭が登録していますが、2勝クラス以上のレースを勝って挑む馬というのはジャスティンパレス、ガイアフォース、セレシオン、ディナースタ、ドゥラドーレスの5頭となっています。ちなみに過去20年で前走が重賞ではない馬が菊花賞を勝った年というのは2009年のスリーロールスと2004年のデルタプルースの2頭のみとなっているので、前走条件戦の馬は2着までと思っていてもいいと思います。今年の出走馬で前走重賞出走馬は11頭なので、菊花賞馬はこの11頭のどれかになる可能性が高いです。さらに過去20年で前走6着以下の馬が勝ったのは2頭しかいなくって、20頭中17頭が前走重賞3着以内だったので、この時点で今年の菊花賞馬はジャスティンパレス、アスクビクターモア、ガイアフォース、フェーングロッテン、ヤマニンゼスト、ボルドグフーシュの6頭まで絞られます。さらに15頭が神戸新聞杯組ということを考えると、今年はジャスティンパレス、ヤマニンゼスト、ボルトグフーシュの3頭が最有力となります。こちらの表が神戸新聞杯組の菊花賞成績となっていて、去年は馬券に絡むことができなかったんですが、神戸新聞杯組が菊花賞で馬券に絡まなかったのは2004年以来となっています。京都新聞杯が春の開催になり、菊花賞トライアルがセントライト記念と神戸新聞杯の2つになって以降では、神戸新聞杯組が菊花賞で馬券にならなかったのはその2回だけなので、かなり珍しいことです。中京開催になった去年で馬券に絡まなかったというのはありますが、基本的に神戸新聞杯組を最有力と考えた方が良さそうです。続いてデータその2、前走古馬混合重賞組、こちらが2000年以降で前走が古馬混合重賞だった馬の菊花賞成績です。15
19頭が出走して馬券に絡んだのは19頭中4頭と少なめです。コバ相手に掲示板に入った馬が11頭も出走してきて4頭だけなのでかなり少ないと思います。さらに馬券に絡んだ4頭は1頭も菊花賞を勝てていないので、前走コバ混合重賞で好走していても過信は禁物です。今年は新潟記念で3着だったフェーングロッテンが登録しています。今年は G1 馬がいない菊花賞なだけに上位人気になることは間違いないんですが、本命にはしづらい馬となっています。続いてデータその3、重賞未勝利馬。菊花賞は重賞未勝利の馬が馬券に絡む方が多く、過去10年で馬券に絡んだ30頭中19頭が重賞未勝利の馬になっています。表の右に書いてある頭数は出走してきた重賞を勝った馬の頭数です。そして色がついている馬は G1 で3着以内の経験がある馬です。菊花賞で馬券内に入った重賞勝ち馬は11頭いますが、11頭中9頭が G1 で3着以内の経験がある馬でした。重賞勝ち馬で G1 は3着以内の経験がない馬で菊花賞で馬券に絡んだ馬というのは、2020年の3着だった里のフラッグ、2015年3着のリアファルの2頭しかいません。2頭とも3着止まりで連帯はできていないので、重賞勝ち馬で G1 実績がない馬は評価を下げなくてはいけません。おそらく重賞未勝利の馬が成長していて、菊花賞の頃には能力が逆転しているということが多いのが原因だと思われます。今年は重賞勝ち馬が7頭登録していますが、 G1 で3着以内の経験がある馬はジャスティンパレスとアスクビクターモアの2頭しかいません。この2頭は菊花賞で狙えますが、アスクワイルドモア、ビーアストニッシド、ガイアホース、フェーングロッテン、プラダリアの5頭はデータ上では来ても3着止まりという可能性が高そうです。ここからはまとめに入ります。大混戦な今年の菊花賞で軸馬を決めて流し馬券を買うよりもボックス馬券の方が良さそうかなといった感じがします。現段階で注目しているのは神戸新聞杯1着のジャスティンパレスと2着のヤマニンゼストの2頭です。理由としては菊花賞と相性のいい神戸新聞杯組ということもありましたが、ディープインパクトの血を持っているというのも大きな理由です。菊花賞はディープインパクト産駒が強くって、2015年から2020年まで6年連続で馬券に絡んでいて、菊花賞を4勝もしています。阪神開催となったと去年馬券に絡むことができなくって、今年も阪神開催になっているんですが、去年も全くダメだったというわけではありません。こちらは近年の阪神3000m以上の重賞でのディープインパクト系の成績です。去年の菊花賞で2着のオーソクレースと3着のディヴァインラブは母父がディープインパクトでした。そして去年の天皇賞春はディープインパクト産駒の1着3着と、去年の長距離レースはかなり得意に、あ、じゃあ阪神の長距離レースはかなり得意にしています。今年の菊花賞の登録馬でディープインパクト産駒はジャスティンパレスも含めて6頭が登録しています。そして母父がディープインパクトなのはヤマニンゼストのみとなっているので、
神戸新聞杯で連帯した2頭は、まあ、本番の菊花賞でも注目ということになりそうです。また来週今週枠が出てから菊花賞の解明を含め予想動画は出したいと思っておりますので、まあ、そっちの動画も参考にしてみてください。皆様の予想の参考になればいいなと思います。じゃあこんな感じで菊花賞のデータ分析動画こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。